はいどうも、世界の横澤チャンネルをご覧の皆様、こんにちは、横澤です。メイクセンス。明けましておめでとうございます。2019年も世界の横澤チャンネルをよろしくお願いします。というわけでですね、もうこいつ2019年早々テンション高えなっていう風に思った方もいらっしゃるかもしれないですけど、家で一人で動画を撮ってる中で人生で一番テンションが高いです。なんでか、皆さんにご報告しなくちゃいけないことが一つだけあります。実は世界の横澤正人、現在ポーカーの獲得賞金ランキング世界1位に輝いております。よいしょ、ありがとう、ありがとう、サンキュー、サンキュー。そうなんですよ、実は2019年度のポーカーのですね、賞金獲得ランキングで今現在1位です。世界各国で当然ポーカーの大会が開かれているんですけども、ヘンドモブっていうサイトがね、賞金を記録してってくれてるわけですよ。僕がですね、1月の3日から7日までの4日間の間、韓国のインチョンにあるパラダイスシティっていうカジノに行って、ジャパンハイローラフェスティバルっていうポーカーの大会に参加してきたんですね。そこでなんと3優勝1入賞、4個大会に出て1位1位3位1位っていう結果を残すことができてですね、約1億5000万ウォン、だいたい1500万円ぐらいなんですけど、獲得することができました。まあ、とはいえね、当然獲得賞金ランキングっていうのは結構えげつないやつで、去年のトップの人とかも信じられない金額稼いでるんで、このひとときだけです、本当に2019年のもう今だけっていう感じです。実際1月の10日かなんかからですね、ヨーロッパですごい大きい大会が始まっちゃうんで、優勝賞金なんか何億とかっていう話なんで、もうあっという間に抜かれちゃうんですけど、今だけですね、横澤を世界一っていう風に言わせてほしいですね。そうなんですよ、ポーカーの大会にとかに出場してて、賞金が出る大会で優勝したことって多分2回しかなくて、なんと今回のその1月に3つ追加で優勝したってことです。2だったのが5になったってことですね。なんで結構すごいことす、正直。しかもたったの4日で。イエーイ。このチャンネルを始めてですね、まだ動画そんな上げてないですけど、今年の抱負として横澤は、ポーカープレイヤーとしてもめちゃくちゃ活躍しつつ、世界の横澤チャンネルも動画を上げていこうっていう風に思っていたので、めちゃくちゃ幸先のいいスタート切れたなっていう感じです。で、当然韓国に行くときにですね、僕のプロポーカープレイヤーとしての生活に密着する動画をもともと撮ろうって思って、当然優勝すると思ってなかったんですけど、企画でですね、密着動画っていうのを家出る前から家帰るまでの間ずっとこうカメラ回してたんですよ。なんで3大会優勝した動画っていうのもですね、 YouTube にアップすることができそうです。今月中に動画アップロードしたいと思うので、よかったらそれも見てください。というわけで今後もね、どんどん動画アップロードして、ポーカープレイして、こういう風にね、大会優勝したりとかもしていこうと思うので、チャンネル登録、高評価、リクエスト、コメントよろしくお願いします。 Twitter もフォローしてね。というわけで、2019年度も世界の横澤チャンネルよろしくお願いします。またねー。